奈川県知事の黒岩祐治です。新型コロナウイルス感染症の拡大により県民の皆様、屋外での運動やコミュニケーションの機会が減って、肉体的にも精神的にも大変辛い思いをされている方多いんじゃないでしょうか。そこで県では株式会社ジェイコム湘南神奈川のご協力をいただきまして、県と包括協定を結んでいますライズアップグループ株式会社のトレーナーによる運動プログラムなど、自宅で楽しめるさまざまな情報をご用意しましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは私と一緒に元気にトレーニングをしていきましょう。今日は背中のトレーニングをしていきます。お家にいると背中が丸まってきて姿勢が悪くなってしまうので、このトレーニングをして背中をしっかり使っていきましょう。床にマットを敷いていただきます。マットがなければ畳の上、もしくは布団の上でも大丈夫です。マットの上に手を肩幅ぐらいに開いてついていただきます。足も腰幅ぐらいに開いて四つん這いの状態になってきます。この部分から手をゆっくり引き上げてくる。それと同時に右手を上げれば左足を引き上げてくる。手と背中と足が一直線になるように意識をしてみてください。下ろします。反対側の手、左手と右足を一直線になるように引き上げてきます。この時に親指がなるべく上を向くように意識をしてみてください。下ろしていきます。正しくない動きとして、手が足が上がりすぎたり、もしくは下がりすぎたり、体が安定しないことはやめてください。交互に10回いきます。1 2 3、大きく息を吸ってゆっくり吐きます。なるべく背中がピーンと伸びるようなイメージをしていきます。5、頭が上がりすぎないように気をつけてください。7、あと3回です。8、吐いて大きく吸って、ラスト1回です。10。このトレーニングは交互に10回を2セットを目安にやっていただくと、背中の筋肉に効いて効果的です。無理のないように続けてみてください。